ご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。雨女じゃないよ。静岡市の山あいにある宇東木はわさび栽培発祥の地です。宇東木の若い農家と大手食品会社の社員が出会いました。はい、よろしくお願いします。美味しい、みずみずしいし、ね、みずみずしいし、2人を引き合わせた加藤さん、農家と企業などのビジネスをつなぐレジプロバイダーです。食品会社から夏向けの新商品の相談を受け、宇東木のわさびを紹介しました。これが商品化になって、やっぱり早くお客さんのところに届けたいなっていうのはすごく感じてます。やる勇気を与えてくれる、その喜びとか、本当こういう方がいてくださることには本当にありがたいなと思います。嬉しいです、涙出ちゃう。ありがとうございます。加藤さんがつないだ縁からこの夏新しい商品が生まれました。浜松市にある煙鉄ストアの本部です。レジプロバイダー加藤さんを中心にお弁当の打ち合わせが始まっています。スーパーのバイヤーと食品会社の最終チェックです。夏飯、冷やし茶漬けです。宇東木のわさびが味のポイントになりました。農林水産大臣賞を取ったわさび田の、はい、わさびの茎ですね。行きましたね。行きました、行きました。バイヤーの反応は、わさびの爽やかな香りがすごい口の中に広がって、冷やし茶漬けの本当にメイン食材ですごくいいなって思います。ぜひうちで売らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結んだ縁が形になりました。8月いっぱい煙鉄ストアで売られることになりました。大成功ですって、消費者の前にこうやって並んで最初からこう最後まで全部こう皆さんをつなげられたので、いいプロジェクトでした。レジプロバイダー、頑張る農家を応援するのが仕事です。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。